ん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日はですね、パズドラ公式放送の内容をまとめていこうと思います。やっぱ前夜祭えぐいな。マジで情報が激アツすぎるんで、寝起きで見てたんですけど、マジやばすぎたって感じです。見ていこうと思います。いきましょう。まずは第1弾イベント情報、パズドラチャレンジカップ2021年2月13日土曜日、決勝トーナメントがオンラインで開催です。はい、次、あちら入賞者プロもらえるらしいです。最新情報第2弾、こちら、パズドラバレンタイン2021開催決定です。キャラはこんな感じですね。はい、今までの既存キャラに踏まえて、はい、なんと新キャラが実装されるみたいですね。まあ当然か。はい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 、なるほどって感じですね。で、まず、アキネに関しては、これ1シーンを切り抜いてるみたいで、普通の、全然普通の見た目らしいです。ただまあ一瞬だけ、わかりやすく言うと、超転生通るみたいな感じで、少しだけ闇落ちするんじゃないかなと思います。はい、まず、バレンタインアキネですね。まあ、イデアルがね、多色寄りの性能で、アキネも多色寄りの性能なので、まあ、結構多分多色でそのまま使えるキャラになるんじゃないかなとは思ってます。武器もかなり強くなってくれると思うんで、ちょっとから期待って感じですね。はい、次。でん。バレンタインポンノですね。ポンノ。はい。なんと、ポンノってね、本来は、これが変身後で、こっちが変身前だったんだけど、バレンタインは逆になるみたいです。こっちが変身前のポンノで、こっちが変身後になるみたいですね。なんでかは謎です。まあ、ただね、ポンノが実装されますという感じ。まあ、もともとポンノは闇生成のキャラだったんだけど、まあ、これもかなり強くなるって期待していいんじゃないでしょうか。そんな感じでした。はい、また闇なんですかね。次。バレンタインアルレシャですね。こちらに関しては、なんと、着せ替え枠ということでですね。まあ、普通に買えば確定できるみたいです。はい。まあ、今回、まあ、着せ替え枠もちゃんとあるみたいですが、バレンタインイベントの新キャラの発表はこんな感じでした。また性能等はね、話していこうと思いますが、2月8日月曜日から開催決定らしいです。これ今思ったんだけど、なんかめちゃめちゃネタ切れだよな、普通に。全然なんかネタがない。なんかね、パズドラの9周年とか、周年前って結構ネタ切れになりがちなんだよね、実際。今回はやっぱりネタあんまりないみたいですね。はい、まあ、ただね、バレンタインイベントは2月8日月曜日から開催予定らしいです。そして、こちら、唐突にですが、イベント、式神使いとあやかし、期間限定で復刻決定です。期間はこんな感じ。2月5日金曜日12時から2月19日11時59分までですね。はい。で、こちらに関して復刻理由に関しては、まず圧倒的に進化素材ですね。がない人が多くて、進化素材がゲットしたいから復刻してほしいっていう声がでかかったからっていう点がまず一つ。もう一つは、ゴルケイオス、ゴルフェイスがね、かなり優秀なので、そういうのをゲットしたいって人向けの復刻らしいです。パワーアップ、新キャラ等は一切ありません。ガチャは多分実装されます。普通に。パワーアップ進化祭とは一切なしで、キャラが欲しい人はガチャ引いてください。進化したい人はダンジョン周回してください。ゴルケイオス、ゴルフェイスが欲しい人はダンジョン周回してくださいって感じでね。式神使いとアイカチが復刻するみたいです。結構、復刻してほしいっていう声が大きかったから復刻されるみたいなので、まあ、かなり運営さんが気を利かしてくれた神イベじゃないでしょうか。まあ、ガチャがあるんでね、引く人はね、また闇を見ることになると思いますが、ガチャないのかな？あるよね、さすがに。レアガチャに多分実装されると思います。そんな感じです。これなかったらごめんなさい。一応ガチャがあるかないかは言及されてないんですけど、パワーアップ等はないって言っただけなんで、多分ガチャ等も絶対あると思います。そんな感じです。さあ、そして今回の動画本編ですね。9周年前夜祭イベント第2弾発表です。はい。毎年ね、神イベが来る9周年前夜祭イベント、今回も見ていこうと思います。行きましょう。まずはこちら。毎週魔法石25個、合計100個プレゼント決定です。でかーい。9周年に合わせて毎週魔法石が25個配られます。期間に関してはこんな感じ。まず期間1、2月1日月曜日4時から2月8日月曜日3時59分までですね。はい、1週間の間に25個。で、2月8から25日にもう1回25個。2月15から2月22日にもう1回25個。そして2月22日から3月1日までに25個という感じで合計で100個もらえます。ただログインしてれば毎週月曜日に、まあ、石が25個もらえる計算になるので、ガチャ等もかなり引きやすくなるんじゃないかなとは思います。まあ、運営さん
さんがただ気を気楽化してくれたね、神イベですね。魔法石合計100個配布されるので、ぜひともね、期間中はログインの方は焦らないようにしてください。で、個人的に石100個の時点で神イベだと思うんだけど、かなりやばいと思うのが、もう一個ありまして、見ていこうと思います。行きましょう。で、こちら。これやばくないですか？期間中ログインで大魔女交換メダルプレゼント決定です！これかなりやばいと思う。期間は、こちら、2月1日月曜日、もうすぐです。もう本当にすぐ。もうね、来週の月曜からですね。来週月曜から、もう配られます。はい。で、1ヶ月で、もう期間中、いつログインしてもいいです。1個もらえます。でね、なんと、交換できるキャラが、大魔女交換メダルってだけあって、やばいです。こんな感じ。マデュー、リーチ、ゼラ、サレーネ、ベロア、レムー、ノルザ、アルジェ、ファスカ、ネレ、全部交換できます。最近の環境においては、武器で強いマデュー、あんまり使えないリーチェ、あんまり使えないけど強いゼラ、あんまり使えないと思いきや、結局未だにちょこちょこ使われるサレーネ、周回要員で採用、ベロア、最強ベロア、そしてレムーですね、最近、リナインバースが実装されたので評価が上がりました。ノルザ、もうね、今な、ナーガと組み合わせるとマジ強いですね。アルジェ、なぜかナデコパーティのサブで今一流サブ。ファスカ、いつまでたっても強い。ネレ、闇属性最強サブと。まあ正直下答えが結構強すぎるんだけど、まあ、サレネベラーもありって感じでね。すべての大魔女が交換できるイベントが来ますと。マジありがたいね。まあぜひとも初心者の方はね、この機会にゲットしてほしいですね。さらにこちら、9周年の皆さん、イベント第2弾情報。なんと、9周年当日、2月20日にパズルパス入っているなら、大魔女もう一体もらえちゃいます！しかも、980円。やばない。980円で大魔女1点もらえるんで、まず分かりやすく言うと交換のキャラとして、交換上用のキャラとしてまずでかい。そもそもパズパズって他のイベントいろいろあるんだけどね、正直これ1体もらえるだけでかいっす。もう交換すでにできるんで、なおかつキャラ自体もかなり強いので、もし大魔女持ってる人持ってない人関わらずめちゃめちゃ使い勝手いいんですね。しかもなんとこれは980円。やばい。マジで一月だけでも全然入る価値あると思うし。まあ、もしね、980円払える人は、必ずパズパズ入ってもらえればと思います。これ正直個人的にバカでかいですね。はい。ということで、パズパズ入ってる人は、2月20日当日に大魔女交換メダルがもう1枚もらえるって感じです。そして、9周年記念タムダラダンジョン毎週配信という感じで、こんな感じで毎週月曜日に9周年記念タムダラが配布されます。性能はこんな感じですね。売却コインは90万コイン。モンポは9万モンポ。合成経験値は900万です。スキルはランダムで光るは急行生成が9ターン。そしてリーダースキルは合成素材にすると、ベースが持つ覚醒スキルを必ず解放って感じです。そして9周年前夜祭ガツドラフィーバーは実施決定です。2月12日金曜日12時から2月15日月曜日23時59分まで開催決定です。こちらは、またね後日話していこうと思いますという感じがね、今回の公式放送まとめでした。今回はイベント上の解説だけだったので、動画自体はかなり短いものとなっていたんですが、その分内容がかなり濃いものだったんじゃないかなとは思ってます。こんな感じが公式放送まとめでした。じゃあ最後に上さんがつぶやいてるんで見ていこうと思います。はい、じゃあ見ていこうと思います。まずはランキングダンジョンの結果発表から、1位が、おっと？これ本物だね、マジで。19万852点で、西野アナさんと。2位が、ゆるりめくしんじょさんが19万8700点。そして第3位が19万8556点と。いう感じですね。マジでレベチすぎてちょっと触れたくもないんですけど、わかりやすいけど僕より5秒早いんですよね。2回しかパズルしなくて俺より5秒パズルされても、わけがわかんないよね。プロですね、本当に。はい。で、続きまして、ランダン開催決定です。2月1日より、ランキングダンジョン絶尊厳杯が開催決定と、ダンジョンの制限時間が3分となっていて、最終ボーダー5倍以内で報酬がもらえるという感じです。消し方ボーナス等はね、まだね、完全に謎のままですが、どうやらかなり難しそうな尊厳杯が来るみたいです。頑張っていきましょう。これは2月1日からですね。はい。そして、1月31日日曜日12時より、魔法石10個スーパーコンテンツ開催のお知らせです。こんな感じですね。ミアダ、ソフィー、ユリシャ、ノルザ、メノアみたいな感じのキャラたちがね、こうバーって実装されます。まあ今無理して引く必要はありませんが、まあ石余っててどうしても引きたいって人は物語を優先したいならは、引いてもらっても問題はないんじゃないかなと思ってます。そんな感じの性能となっています。こちらがスーパーゴッドエースですね。はい。そして、ちょっと運営さんが公式サイト更新してると思うんで見ていきましょう。はい、こちら見ていこうと思います。まずは9周年前夜祭イベントですね。はい。合計100個ゲットに大魔女メダルゲット可能という感じになっています。で、さあ、こっからかな見ていこうと思います。はい。
第6弾毎日ログインで魔法石ゲット。なんと1日から20日までで合計魔法石が19個もらえます。第7弾9周年前夜祭記念ダンジョン配信です。これもね毎日1個ずつで合計19個もらえます。でかい。第8弾9周年前夜祭イベント特別版2月のクエスト登場です。すべてのフロアが消費スタミナ9になっていて、かなりダンジョンの攻略もしやすいと思います。はい。で今回のクエストダンジョンは過去のクエストに登場したチャレンジフロアと新しく追加されたチャレンジフロアだけで構成された特別版で配信。なんかすごい変わってるね。チャレンジ、ちょっとよくわかんないですね。なんかとりあえずなんかあれらしいです。とりあえずスタミナ級だから楽だよって感じ。まず上級者向け2はイベントメダル虹2枚をすべてクリアでもらえて、レベル10では毒目覚め耐性ダメージ吸収貫通、お邪魔目覚め耐性に属性吸収貫通とかなりいろんなものがもらえます。レア素材ガチャドラ、キラーガチャドラ、キラーガチャドラ、ピーガチャドラ、闇のレア奇跡ガチャドラ、光レア奇跡ガチャドラとかね、いろいろもらえてね。はい、この1の方もね、ダメ無効感、ルレット回復、リダチェン耐性、キスナイドロップ回復と、で、レア素材ガチャドラとか、キラーガチャとかがもらえます。初級者向けもね、こんな感じで、プラスポイントに遅延、潜在の宝玉玉、精霊の宝玉玉ドラ、精霊の宝玉ガチャ、プチュネルガチャ、キングタンガチャ、奇跡大ガチャ、リッドガチャ、プラントガチャなどといろいろもらえる感じになっています。ラインナップはこんな感じ。キラーガチャの方が見たいんですけど、レアガチャはちなみにね、普通にニジピーとか、ダイヤドラゴンフルーツとかが出るガチャで、潜在覚醒キラーガチャ、第1弾は神ドラゴン体力回復、第2弾は悪魔マシン攻撃バランス、第3弾は進化能力強化売却用キラーって感じになってますね。キラー不足なんでありがたいな。で、Pガチャ、ノエルガチャ、プチノエルガチャ、キングタンガチャ、宝玉ガチャ、万人ガチャ、リッドガチャ、リッドガチャ、プラントガチャ、そして仮面ガチャ、仮面ガチャ、水のレア奇跡ガチャ的な感じでね、いろんな奴らが来るって感じになってます。かなり美味しいイベントになっていると思います。こちらが2月のクエストダンジョン登場という感じです。続きまして第9弾スペシャルダンジョン強化の闘技場登場です。クリアするためにプラスポイントが50もらえて、クリアするためにタマダラがキングタマダラ、プチノエル、ご属性から1体奇跡中がもらえます。地味にでかいイベントだと思います。スペシャルダンジョン強化の闘技場がやってきますって感じ。さらに大魔女シリーズをチームに編成するとプチノエルが追加でゲットできます。はい、なんでねぜひ頑張ってください。第10弾協力裏極限の闘技場濃厚登場で、3枚に協力裏闘技場が登場みたいです。これワンチャン裏シャラとか実装されるのかな。あ、でも裏シャラないか、裏極限闘技場だからね。ただまあ、裏劣化とかそういう系は実装されると思うんで、まあ結構これでね、3枚かなりまたやりやすくなるんじゃないでしょうか。第11弾対照テクニカルダンジョンランキングケージボーナスですね。はい、コロシアムが上がるんですね。で、氷なしとかはランキング地球バイト。で、モンスター交換ので一度切る特別ラインナップ。第13弾、対象スタミナ、消費スタミナ2分の1。第14弾、オーリオビダンジョン。第15弾、前夜最長です経験値。第16弾、スキルベ合成9倍って感じになってます。こんな感じが9周年前夜祭イベントでした。はい、という感じですかね。今回の公式要素はこのような内容となっていました。まとめさせてもらいました。まあ結構内容濃いしね、いろんな楽しみなイベント多いと思います。ぜひね、運営さんの頑張りにね、期待してる人はこの動画にもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また僕の方のチャンネルではですね、いろいろなイベントをガンガンまとめていこうと思うのでよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。